にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュンキービシュンのシュンです。今回もフリーゲーム、ミスティックリーゲーをやっていきたいと思います。パート11ってことで、10回目やっていきますってことで、今回のパートはですね、前回のパートで、確か、バーバリア砂漠やったかな?バーバリア砂漠まで、クリアしたわけですね。6個目ですね。6個目までクリアしました。で、8体目の勧誘もして、パーティー8体揃ったよっていうことなんですけど、今回は、ここですね。ノブサリと廃墟かな?うん。ノブサリと廃墟っていうとこ行こうかなと思います。雷系統のミスが多く生息。草、石系統の技が有利で、水、風系統は不利。ここの番人は雷と、闇、暗いの証を持ってるらしいってことで、ちょっとね、今回のパートもね、勧誘をしようかなとか思ったので、ちょっとね、久しぶりにね、ちょっと、家の中入るんですけど、さあ、じゃあちょっとね、買ってきます。はい、ではね、勧誘チケットの方を3枚ぐらい、4枚ぐらいね、買ってきたので、もしね、まあ、見かけたら勧誘するって形でやっていきます。今回のパートは、ちょっとね、改心は一旦てか、ちょっと、お休みになります。では、やっていきましょう。まだ、2回のパートをね、まとめて、なんか、回避にしようかな。ちょっとね、なんか前かな。なんか前のパート、なんかね、3体ぐらいまとめて回避にしようかなとか言って、忘れてたので、なんか、パート9で言ったことをもう忘れてるっていうね、ちょっとすいませんってことなんですけど、さあ、やっていきますってことで、あれなんか音ない?機能性大丈夫?これは、勧誘できるんかな?どうなんだろう?どうなんだ?あ、よかった。なんか、元なんか、ちょびっと待ったと思ったんですけどね。でもよかった。元それでよかった。じゃあ、このモンスター、話しかけてみましょう。お。僕、しびれるような刺激を求めているんです。あなたたちのために加えてもらえませんか?よろしくお願いします。プチプヨを勧誘しますか?勧誘チケットを承知の人やね。まあ、仲間は多い方がいいからね。勧誘しましょう。クラゲだったの、クラゲ。なんか、目の部分しか見えてなかった。なんか、ナイロンなんだか思ったけど、そうなの?ありがとうございます。どんな刺激が待っているか楽しみです。元の名前までいていいよ。うん、いていいよ。よし。で、まあ、こっからね、交代をね、かけないといけないんですよ。ね。まあ、ちょっとまあ、更新していく感じでかけていこうかなと思うので、ちょっとじゃあ、キャングを、じゃあ、検事して、あ、てか、何やろー、待て、歌詞にした方がよかったかな、今回のパート。どうしようかな。もし時間があったら歌詞しましょう。順番、後になっていくけど。お、何?え?スリーピー?なんか、え?スリーピー?ちょっと言えないや。滑舌悪いしな、ちょっとなんか、言いにくい。194。花子、254。210、おー、結構いけますね。やったーですね。てか、本当に、ガンリューの近くに、勧誘できる人ってよかったわ。ミスクリね、勧誘できるんですね。ハギャビーが現れた。ハギャビーか、なんか、蛇じゃないなぁ。なんだろう。トカゲかな。なんだろう。おー、なに?ガード。お、ガードですね、ガード。サブドダメージ倒しましたね。あと108点。1875の経験値獲得375ペインゲット。
よし、じゃあこの調子でボスのいるところまで、ね、頑張って進んでいこうと思います。あ、いました。あ、じゃあ、怪力のモンスターいますね。じゃあ頑張って、ね、ボスのところ行きましょう。てか思ったけど、なんかもうなんか見えちゃったミスクリは完了しちゃってもいいかなと思ったので、完了していきます。ボグチン、鈍いせいで、前の旅仲間から置いていかれちゃったの。でも、また旅がしたいな。したいな。デンデムを勧誘しますか？勧誘知識を称します。ね。仲間多い方がいいってね、言ったのでね、勧誘しましょう。デンデムを勧誘した。今度は置いていかれないように、ちゃんと追いつくからね。元の名前もね、いて。いいよ。で、交代、あ、どうしようかな。交代、なんか、属性相性がいいやつにしてみようかな。今ちょっと、あまりわかんないか、ちょっとそのまましとこう。で、もう一体ね、いてますので、勧誘しましょう。おわ、うん、はぎゃびー。じゃじゃーん。じゃじゃじゃーん。決まったのじゃ。って、なんじゃ、お主らは、このわしを誰だと思ってるんじゃ。ヘビーじゃないんですか？気のせいですか？ハジャビーを勧誘しますか？勧誘チケットをチョイスします。表示します。イエス。ハジャビーを勧誘した。じゃあ、お主らをわしの仲間にしてやるのじゃ。弱小なお主らを、邪魔者から守っているのじゃ。なんか、自分が勧誘するんじゃない？なんか、あれ？なんかもしかして、下に見られてる？そんな、よし、じゃあ、ちょっとね、このクエストでね、回復しまーし、あれ？ちょ、回復しまーして、パトペインで回復しまーして、では、ボス戦ですね。頑張りましょう。さあ、番人。廃墟の番人。今では、爆破としかないがな。かつて、ここは発電所として、あたりの電気を、なんか、なんか、守ってたと。なんか、守ってた。だが、電気を無駄に消費する電柱のせいで、ひょうとしてしまった。そんな奴らの味方なんぞならない。許せない。なんだ、おぉ、あ、痺れる系のミスクリが、なんか、結構多いですね。もう、なんか、触っただけでなんかもう、感電しそうですよ。怖いですよ。ああ、なんかもう、でも、ね、4体おったら、なんか、電気は、まかなえそうですけどね。ね、でだー、停電しちゃったよとか言って、お願い、電気発電してよとか言って、ね、そしたら、やってくれそうな感じするけど、どうなんでしょうか。どうなんでしょうか。212。うわ、何？おー、135が完全。あ、何？うわ、なんかダメージが。何？めっちゃダメージ出たよ、マルチロー。105。何？あ、かけるー。あ、花、強いぞ。お、倒した。やばいよ。やられた。あれ？強い。まさかのボス戦でやられるなんて。やられちゃった。負けることだって立派な経験だ。今回の敗北によって味方全員のレベルが生き上がった。保険による手出して1000ペインもらった。さあ、くじけずにもう一度挑戦しよう。初やれましたね。じゃあ、こっからは、開始。ってとね、また再チャレンジします。はい。次回のパートで再チャレンジします。ちょっとね、で、やられちゃった。そうやねー。じゃあですねー。お、そうか。できるんだね。改心。じゃあ、
リーダーのね、マルキオをね、改心させようかなと思います。ね。マルキオは、オルマディになることができるようだ。オルマディ、モルマティかモルマティへと改心しますか？極み改心術とシンプルパーツを使用します。改心しましょう。おお、おめでとう、マルキオは、オルマティへと改心した。おー、何？あ、そういうことね。あ、そういうこと。この、オールマイティの、オールマイティな力、みんなのために、あ、そういうことか。うん、あ、オールマイティを、なんか、ちょびっと、略して、オールマティなのか。おー、そういうことね。おー、そう、なんか、ネーミングセンスが、素晴らしい。素晴らしい。よし、じゃあ、次回のパートは、オールマティと、そのね、まあ、含めた、メンバーで、戦っていこうかなと思います。ちょっとね、初の敗北なんだけど、初の敗北になったんですけど、まあ、戦っていこうかなと思います。これね、で、もしかしたらいろいろね、編成変えるかもしれませんってことで、今回のパートはこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。始まる動画へようこそ。にゃーにゃーん挨拶して、にゃーにゃーんって声出すよ。にゃーにゃーん出前も。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いしますってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。